こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はドラゴンクエスト11 3DS 版やっていきます。あら、ユグノードか、発見。ユグノアに初めて来ました。虹色の枝持っていかれちゃったので来たんだけど、これこいつはここがダイスちゃんの故郷、ユグノ王国ね。噂では聞いてたけど、広いね。はい、廃墟、廃城って言った方がいいのかな。ユグノア城跡、城の跡だから廃城だね。16年前、世界一の歴史を誇るユグノア王国は魔物の大軍勢に襲われ、たった一晩で滅びたそうよ。一晩で。てか、お城の跡があるってことは、城下町は、さっきの、ユグノア動画が落ちてたとこってことなのかな？偶然訪れていたデルカダールの王女様も魔物に殺されたと聞いているわ。もしかして、その王と王妃って、お父さんとお母さん？ってことになるよね。にしても、仮面武道会で戦ったあのじいさんと女武道家はどこにいるんだ？呼びつけておきながらもったいぶりやがって。奥の方にかがり火が見えるわ。もしかしたらそこにいるんじゃない？行ってみましょう。かがり火ついてるってことは多分向こうだよね。行きますか。ドラゴンいる。すごいね。避けて通ってきちゃった。あ、いたいた。ローズさん。このおじいちゃん何者なんでしょう。ここでわかりそうな気はする。おぬしらが来るの待っておったぞ。一緒にいた姉ちゃんの姿が見えないが、じいさん一人だけか。そういえばいないね。ゆえあって姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれたの。虹色の枝持っていっちゃったからね。さ、来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の枝を返してもらおうか。俺たちにはあの枝が必要なんだ。お主たちに必要とな。それはダイスが勇者であるからかの。ご存知でしたか。何者だ。16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの武道会で手の技を見たときは真の像が止まるかと思ったわい。どうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけこの老人に付き合ってもらうぞ。見せておきたいもの、まあ、なんかこの流れ怪しすぎる。ダイス。この地は辛い思い出が多くての。おい、じいさん、あんた何者なんだよ。そこね。あの頃わしは隠居しておっての。城下に降りては民と杯を交わし笑い合う、そんな毎日を過ごしておったのじゃ。隠居？じゃが16年前のあの日、魔物たちが全て奪い去っていった。今やかつての映画は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。隠居？もうすまんの。見せたかったものは別にあるんじゃ。では行くとしよう。え、なになに？隠居？ご隠居？隠居？おじいちゃん、このお墓は？この国のユグノアの国王夫妻の墓じゃよ。それってつまり、さよう、勇者の実の両親、すなわち16年前に亡くなったわしの娘と婿殿の墓じゃよ。いや、すなわちの後ろの婿、娘？じいちゃん。娘も死に、婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると、そう思わなければあまりにも辛すぎた。だから16年間わしは追い求めたのじゃよ。なぜユグノアは滅ぶことになったのか、その原因を探るのを生きる目的としたのじゃ。
けしていいんだ。やっとというか血のつながった人に会えたね。そして各地を回りわしは知った、勇者伝説の信奉者であった盟友デルカダルオの変身をな。心が変わったってこと？あの日からデルカダルオはまるで人が変わったかのように勇者を悪魔の子と呼び避難を始めたのじゃ。アマツさえ自分の娘の島で勇者の仕業にして世に広める始末。わしには王が正気であるとは思えなかった。裏で何かが起きている。某国の真相と盟友の変身、二つの謎を必ずや解き明かしてみせると誓ったのじゃ。じいちゃん、エレノアよ、アーウェンよ、喜べ、お前たちの息子じゃ、元気に生きておったぞ。お母さんがエレノアさんかな、アーウェンがお父さん。よく戻ってきたのだが孫よ、よくぞ生きていてくれた。歓迎されてないのかと思ったけど違うね。16年ぶりに愛する孫と再会できすることができたんじゃ。 G の頼みを聞いてくれんかな。ユグノア王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があったな。非業の死を遂げたエレノアたちを共に弔ってほしい。儀式は城の裏山にある祭壇で行う。お主も祭壇まで来てくれ。さすがに老体にこの坂道はきついの。すまんの、追い越しちゃいそう。追い越しちゃった。あれ、到着。姫いたね。お待ちしておりました老様。様って呼んでるってことはこの人姫でしょ。支度は済ませてくれたようじゃな。ご苦労だった姫よ。あなたは、皆さん下がって、鎮魂の儀式はユグノア王家のお二人のみで行われるのでこちらにどうぞ。ということはユグノア王家の人ではないってことだよね。誰なんだろう。あんたじいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたはやはり。そこ勘が鋭いね。静かに儀式が始まるわ。なんかそんな気がしてきた。わしの真似をするのじゃ。よいな。火の燃えてる音がすごいリアルだね。人は死ねば皆命の大地へと帰っていく。あの大地の葉一枚一枚が人の魂と言われておる。されど魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世をさまようという、そんな魂を救う儀式がこれ。あ、すごい。見よ、煙の光輝につられて光り輝く蝶たちがやってきよった。これすごい。この蝶を人の魂と見立て命の大樹へと送る。それをもって死者の慰めとするのじゃ。肌立った。大樹まで行くんだね。エレノアはただ死んだわけではない。お主とデルカダールの王女を救うため自らおとりとなったのじゃ。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとうなエレノア。そういえばエレノアはお主に何か残さなかったかな。残してもらってるものあるよね。母の手紙を牢に渡した。お、これは そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそお主はデルカダルオのもとに。ダメだな、泣けてくる。本当苦労かけたな。しかしならばこそこうしてお主と出会うこともなかった。ひとえにエレノアの導きであろう。じいちゃん感動するね。すま
らく一人にしてくれ。おじいちゃん、すごいね。一人にしてくれんかな。わかった。周りのみんなは何してるのかな。あの蝶みたいに命の大樹まで飛んできたら苦労しないんだけど、こんな時に福祉だったらね、ごめんね。いやでもそう思うよ。いない。神を発見。じいさんと一緒にいるあの女の正体、さっきの話でようやく確信が持ってたで。多分あいつそうだと思う。姫の話も聞きたいよね。王妃様の勇気なる行動に救われていたのですね。その大切なお命、これからも姉様と共に守りますが。セイラちゃん、いい子。美しい儀式だったわね。慰められたんだったらいいよね。この姫の話が気になる。エレノア様、マルティナ姫なのかな。誰？泣いてた？恥ずかしいところを見られたわね。エレノア様のことを思い出してたの。そう、君のお母様のことよ。歩きながら少しお話でもしましょうか。私の母は病弱でね、私が生まれてすぐ亡くなったの。エレノア様はそんな私を気遣って絵本を読んでくれたり、花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だったわ。だからあのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができたような気がして。いいところで雨。はあ、そう、エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日もこんな雨だった。あれはなんでここで来るかな。いいとこなのに。デルカダールの兵士だよね。今いいとこ。どうやら君たちの追手のようにかなりの数だけど、あれだけの追手を出せるとしたら、デルカダール王国、やっぱりそうだよね。急いでみんなの元に戻りましょう。戻らねば。とりあえず上だよね。上行こう。なんでいいところだったのに話の途中だよ。祭壇まであともうちょっと。角曲がったら着くと思うんだけどな。いるし。みんな逃げてるかな。祭壇から逃げた連中はいたか。いや、見つからん。悪魔の子は？ってことは捕まってない。ダメだ、どこにも見当たらん。クソ、逃げ足の速い連中だ。これタイミング考えてほしかった。悪魔の子、あれ、見つかったよ。やばい、どうしよう。みんなここにいるぞ。くー、まずい、来ちゃった。戦う？逃げれる？仲間の女がいるぞ、どうする？グレイグ将軍から悪魔の子を捕らえようしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。構わん、あいつも悪魔の子の仲間だ。ひどい、王女様だよ。そんなところで終わるわけにはいかない。うわ、強っ強っ。大変だ、将軍を呼びに行かないと。逃げた、まずい。これまた来るよね。新手を呼びに行ったよね。急いで山を降りてみんなと合流しましょう。急がねば。あ、私操作だったえ、また？なに？なになになに？待って、
これグレイグさんじゃん。うわえ、ジャンプするの、いい馬だね。軍馬軍馬、そこまでで悪魔の子よ。デルカダルの将グレイグ、スイさん後ろ来てる。デルカダルで脱獄した貴様を追い続け、グロッタの町でようやく足をつかんだ。後ろ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 、どうなるのこれ、二人で戦う、グレイグと。両手剣片手剣、両手っぽい気がする。悪魔の子は私が相手をする。女はお前たちに任せた、行くぞ。王女、貴様の実力はそんなものか。いや王女だって気づいてくれよ。え、わかんないのかな。え、待って後ろ、川また落ちる。カリーと逃げてた時も落ちたけど、いや危ない、もう逃げ場がない。そこまでだな悪魔の子。いや、グレイグさん、あの雷、え、どうなるのどうなるの。待って、マルティアンさんが強いね。待って、大丈夫なの。お、片付いてる。やめなさいグレイグ。え、なんだと。あ、まさかマルティナ姫なのか。今気づいたの、知らなかったの。あ、まだ落ちる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 。落ちたよ、ダメ絶対に。ああ、姫様かっこいい。こうなってたんだちっちゃい頃。今度は離さない。まあ、さっきからちょっと鳥肌が。グレイグさんは今気づいた？ここは山小屋？あれ？姫は？今一緒にいた。よかった気づいたみたいね、ダイス。風、雨だから。外は雨よ、服も濡れてるし温まりましょう。お姉さんだね。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うためエルノー様がおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。これは気にしてるのかな。そうだよね、そう、私ことがエレノー様に命を救われたデルカダールの娘なの。16年前君を抱いたエレノー様に連れられて私はユグノー城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められエルノワ様は私に君を預けるとおとりになって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり幼く非力だった私は逃げる途中で川に落ち君を手放してしまった。あの後ロー様に助け出されたのが私ではなくせめて君であったらなれと何度も思ったわ。君とはぐれた後私はロー様と共に故郷のデルカダル王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。国王そんなことしてたの。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。
お父様を利用しているのは誰なのか真実を明らかにするため、私とロー様は旅に出たのよ。でもまさかグレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら次は逃げ切れるかどうか。グレイグさんはちっちゃい頃から知ってるってことなんだね。じゃあホメロスさんは？そんなことないの？お？明るくなったね。夜が明けたのかな？それとも雨が上がった？雨が上がったようね。とりあえずユグノア城に戻りましょう。雨が上がったそうです。もう少し。あれ？何ムービー？これグレイグ城踏んだよね。だよね。姫だよ、グレイグ。やはりな、あのようなことで死ぬと思わなかったぞ、悪魔の子よ。姫だって分かったんだよね、グレイグ。姫だよ。あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在になりしはこのグレイグ、法外な喜び。しかし何故悪魔の子をかわいたてなさるのです。姫様であっても主命を邪魔されるなら切らねばなりませんぬ。切るのか、グレイグ将軍。あなたの立場は分かります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダールを飲み、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ。あなたの忠誠心の強さは誰よりも知っているわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら。お、弾いた。姫強い。驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのお天馬姫であられたが、相当の修羅場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。これは、姫様こそ私を甘く見られておりますぞ。え、うん、マジで。ちょっ、グレイグ、あ、姫様止まるね。振り落とされないように気をつけて。お借りします、馬お借りします。マルティナ姫、あなたは一体。え、待って、私はちょっと今頭が混乱していて、グレイグとホメロスは、ホメロスとグレイグ、あれ、え、どういうことなの。あとみんないないんだけど、これは上でいいのかな。あ、宝箱。合流する前に開けるなって感じだけどね。竜の鱗。ここにいたドラゴンもいなくなってるよね。ドラゴンの皮を手に入れた。あ、上側にマーク発見。いたいた。あ、よかった、合流できましたよ。見て、よかった、無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配おかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。夫はやはり奴だったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃない。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。やはりそうなんだ。遥か昔、映画を起こったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名は、名前がわかるの？ウルローガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍し続ける邪悪な化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。よいか、この世に生きるすべての者たちのために、お主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは3
1にして9代、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうとは思えん。うん。聞いたことがあるの？命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、命の大樹に行かなくては。この枝を見て、この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれん。やっと虹色の枝を受け取った。どうだ、何か見えないか？見えるのか？何も見えなかった。見えないのか？何も見えないって何、その枝偽物？まさかの情報屋はガセネタをつかまされたってことなの？ありえないわ、引っ張っといて。まあ仕方ありない。これからはわしも姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。仲間になりました、嬉しい。よろしく頼むぞ、おじいちゃんと姫。ここで晴れて仲間です、嬉しい。どんどん増えていくね。はい。ということで、命の大樹に向かうっていうことなんだけど、この後どうなるのか。あとはグレイグとホメロスはどうなんだろうね。まあ、新たな謎はできましたが、進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!